晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今ファーストハーフキックオフです。まずはこのゲームの入り方ですよね。立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますからね。自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。では立ち上がり見てまいります。フェルナンド・トーレス、フライフックからフェルナンド・トーレス、渡ります。大きく縦へ、勝負のシーン、さあつながるか。これは旗が上がっています。飛び出しがちょっと早かったようです。フライフちょっと出てましたね今ね。ダイク、前半の14分を過ぎたところです。かわした、シュート、これは素晴らしい反応でした。いや、あの位置からのシュートですからね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。メッシからフェルナンド・トーレス、裏を狙っていきます。収まってフリーだ、来た、シュート、まだある、手を詰めている。ルカク、縦へのボール、自分で行く、裏のスペースへ打った、シュート、うわ、シュート、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出していくボールがね非常に効果的ですよね。シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。さあ1対0先制ゴールが決まりました。精神的なゆとりを持つことで視野がガッと広がってきますから結果的に攻めのリズムっていうものが良くなってきますよね。前半31分が過ぎたところ、ボール入りましたよ。さあつながるか、抜けてくる、シュート、決まった、追加点、連続ゴール。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやもらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求しシビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応くれましたしラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。さらに1点を追加し2対0としています。いやこのチームのポテンシャルですよね。もちろん流れもありますけども見てるとチーム全体が融合的で選手間の意思疎通が取れてるなと思いますからね。お、これいいでしょ。この位置で受ける、抜けた、シュート、しかしこれよく止めましたね。いやキーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。このピンチよく防ぎました。2本目のコーナーキック、
っとシュート、長いボール縦へ、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。さあ北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。アウェー側としてはファーストゴールで何か掴んだんでしょうかね。立て続けに決めましたし、この後も前半同様しっかり守りながらメリハリのある攻撃を続けていくことでしょうね。2対0とリードして後半へと向かいます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。自分で行く裏へのスルーパス、シュート、これはよく取りました。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。オーレス、今のチャンスを物にすることができませんでした。シュート、いや、追加点、さらに突き放します。これで3ゴール差。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。フェルナンド・トーレス、今日2点目です。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。シュート、これはキーパーファインセーブです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。ここで見せてくれました。コーナーキック2本目、これはなかなかこじ開けられない。さあ、ここから持っていく、ライフ一人で駆け上がる、レフリー笛は吹きません。長いゲー、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。アウェー側としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。長い、さあ一人で持っていく、中央上がっていきます。クズゴールになる、シュート打っていきました。長い、この勢いは大事ですよね。積極的でいいと思いますけどね。とりあえずでも打っていけば何か起こるかもしれないですからね。長い、ボールを下げてリズムを作るか、抜けてくる、裏狙いましたね。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。さあ、シュートまでいけるか、シーバーグ、キーパー好セーブを見せています。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思を今感じられますよね。この難しいボールによく触りました。3本目のコーナーになります。ヘディング、キーパー素晴らしい対応、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。長い、上がっていく左サイド、ルカク、長いボールを送ります。クライフ、ベースで出す、このパスが抜ける、フェルナンド・トーレス、決められない、中央、
両チーム同じタイミングで動いてきます。ベンゼマ、ここで笛です。